皆さんこんにちは。デイサービス民家アスナロの浦上です。これからアスナロのご紹介をいたします。室内のご案内をします。玄関入ってすぐの和室ではテレビを見たり塗り絵をしたり自分のペースで過ごされたい方に人気の空間となっております。こちらは西洋室になります。体調が悪くなったり少し横になりたいなと思うときに自由にご利用いただけます。こちらは浴室になります。小浴になっておりますのでお一人ずつゆっくりと入浴していただけます。こちらはリビングになります。ここでは体操をしたり昼食を食べたり活動的に皆様生き生きと過ごされております。ここから見えるお庭では畑作業もでき皆様に大変人気のお庭となっております。デイサービス民家アスナロは個人個人の思いを形にできるよう個々の希望に寄り添いご本人のペースで過ごしていただけるよう介護をさせていただいております。機能訓練や外出行事も盛んでアスナロに通うことで皆様生き生き元気になっていかれています。今日よりも明日もっと元気になろう。アスナロを今後ともよろしくお願いいたします。